さあ、もうこれ、もうこれ、いきなり、いきなりで、いきなりですか。7年ぶり7年じゃないでしょ。東京で会うとなんか不思議だね。あれ今日ゲーム東京みたいな。たまたまですよ、うん、この時期は息子のがこっちにいるんで。息子さんは今何歳？大学4年生です。サッカーでね。あ、サッカー。そうそうそう、サッカーです。試合がベルマーレ平塚だ。大学生です、まだ。で、何大？駒沢大学です。はあ、じゃあもう中畑清とかみたいになってちゃうんだね、あのタイプは。絶好調。今絶不調で試合出てないですよ。あ、絶不調。ちょっと体調壊して。ああ、それあるだろうな。絶好調じゃなくて、体調はね、体調をやっぱ崩して。あ、分かる。ほんで今戻ってますけど、で、暑さと、あ、昨日も久々にちょっとそんなこと、一応もっとね、アスリートだから。確かに。え、喋れない。何やったんだっけ。ちょっとね、ちょっと、ちょっとなんか心配合うよね。あ、いや、よく毎、こういう方がよくあの毎日店に来てくれる。あ、そうサラリーマンボーテル君。それ今日ちょっとまず聞きたいのは、はい、あんだけ下馬評が高いってなかなかない、阪神が。はい、もう誰に聞いても阪神強ってたの、その球団関係者が。オープン戦やってたりとか、はい、で評論家も、いや、もう阪神ちょっと抜けてますよって。どう思ったの。いや、僕地元いてもあんまり今プロ野球関係の仕事ほとんどしてないんで、うん、で野球もあまり映像見ないんですけど、うんうん、結果はやっぱ気になるから、このネットでね、今すぐ出るから見ますけど、僕ら的に見てると打たなすぎっていうのはありません。なんか点が取れないとか、最初ずっと1点とか、はい、完封負けとか。そうで、昨日なんか久々に8点取ったら、それでも負けちゃったみたいな。8点取られて。だからなんか野球ってやっぱ分からないですよね。そのだってヤクルトも 2,3 年前ずっと強かったじゃないですか。確かに強かったのはやっぱ打ちも打ったりピッチャーもみんな揃ってましたよね。僕もユニフォーム着てましたから、その時。あ、阪神でヤクルトと。そうそう、ヤクルトでやるとやっぱ勝てなかった。強いと思った。強いですよ、矢野さんの時だ。そう、あのちょっといろいろあそこでも神宮でも揉め事があったんですよ、うち。何やったの。あのセカンドがなんかサイン出してるとか。あれ覚えてます。テル君の時。あれ、そう、僕らの時、高津さんとね、矢野さんがちょっと揉み合いっていうか言い合いになった。あの最初あれだ、覚えてます。村上選手が、そう、サードコーチャーがね、あ、今やったら動いてるでしょ。そう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 、いたんだ。あれベンチいましたよ。それはアパレターみたいな。それ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 、ああみたいな。ただ確かに動きはおかしかったよ。こんななんかこういう、あそこだけ見ると本当タイミングがドンピシャ。近本がなんか怪しい仕草をしたんですよね。したよな、その瞬間に。そう、ここだからなんか、そうそうそう、なんかコース教えちゃったみたいな。本人は帰塁する、セカンドベースの帰塁するイメージをそのタイミングでこうやったんだ。確認作業をしたつもりが、向こうが、村上がね、ほら、サイン出してるってバッターに。で、それがやっぱ、で、あの、森岡っていうね。あ、あれ、熱いんだってね、あれ。熱いやつがいるんですよ。俺もね、すごいんですよ。去年、あれに言われた、志田ってうちチーフスコアラーが、あ、ヤクルトですね。そう、森岡とは、デーブさんは、絶対喧嘩になりますよ、ね。同じようなタイプなんだって。いや、同じというか。瞬間弱がしきらしいね、あれも。いや、だいぶですよ。瞬間どころじゃないんじゃないかなっていうぐらい。ちっちゃいのにな、はい、本庄あんな。あれだから中日、もともとドライチでしょ、彼も。あれ、そう。そうですよ、中日のスコアのあれやってはないでしょ。僕入れ替わりなんですよ。あ、入れ替わりで高卒で立浪2世で入ってきましたから。あ、そう。実は実は実は多分そういう前評判というか、へ、明徳かどっかじゃないですか多分。へ、いや、厳しく育てられたね。そうとこだ。そうそうそう、だけど彼も、うん、そういうタイプだから、うん、ブワーって言うじゃないですか。言ってきたんだ。言ってきた。ヤクルトみんな、まだやってんだろみたいな。そうそうそう、簡単に言えばね。そう、そこだけだから YouTube とか結構流れてましたからね。あ、そう。もう、うちの矢野監督も熱いでしょ。もうそうなった時は熱い。カチャーって熱いですよ。なる。矢野監督も、まあ、もうボケー、そんなのしてへんわみたいなのがもろにマイクに、その映像に。確かにベンチ前でやってるでしょ。やつやつ、お互いベンチ同士でやってベンチ同士でやっちゃったんで。そうそう、だいぶ聞こえるね。聞こえます。だ、そのイメージが多分ユニフォーム着てる時は、それ最後の年かな、最後の年か、その前の年だったんですけど、うん、矢野さん最後かな、その前かちょっと忘れましたけど、それまではヤクルトって後ろのピッチャーもあの、マクガフ、うん、マクガフよかったもんな、あれ
いたし、うん、清水も良かったし、そう、清水、石山やったか、石山いましたね、困ったらスライダー、そう、石山、フォークとか、あの辺がやっぱ常に、あ、確かに、いっぱいいたんですよ。ランナー出してもなんてこと抑えんだ、あいつら。そう、ほんで奥川君がね、出てきたんですよ、その年ぐらいから。タイガースキラーでまだ。あ、そうだった。そう、タイガースキラーだったんですよ。だから、それで再熱病やっちゃったんだ。で、それで打てないから。やっちゃった。それでいやいや、あの時はどうなったの、それだから。まあ、逆と強かった。はい。で、その喧嘩になった時は、いや、待ってくださいよ。だから、イメージは、ヤクルトでさえあんだけ強かったのが、ここ2年、最下位っていうところまで、今もちょっとこう、極端に1位から6位って、うん、プロってあるじゃないですか、やっぱ。ある。1人、2人、怪我人とか。なんだろうね。なんかストッパーいなくなったらとか。そう。先発1人いなくなったらとか。うん、だから僕はタイガースは今年補強してないんですよね、結局。まあ、補強してないって言ったら、まあ、岡田さん監督の多分、なんでしょうね。しなくても勝てるっていう自信あったんじゃないかな、このままでいけるでと。だって今までで一番強いってあのキャンプ前から言ってた、言ってましたよ、多分関西の方の新聞とか、ネットには、最強や今扱った中で、そう去年より今年の方が強いっていうことが、そうだったのか、みんな言ってたんだもん、周りも言うし、多分岡田監督もそう思って自信持って多分言ったと思うんですよ、うん、だけどもうオープン戦最下位ですからね、多分その時点でもうなんとなく今年怪しいなって僕らは思ってました。なんでかっていうと、うん、やっぱり村上とか大竹ってやっぱ去年2人ね、うん、新戦力でいきなり2人で20何勝って言ったし、すごいかったな、まあ、ちょっと頑張ってますけど今年やっぱ去年よりは抑えないな、ちょっとやっぱり周りも研究するから、確かに、でと同時に佐藤は打てない、大山は打てないとかなんかいろいろ言ってたら、今度近本まで4番になったらまた打てなくなっちゃったら誰も打てなくなっちゃって、だから この順位、うん、岡田監督は自分でオーダーを組みたい人なのかね、コーチが持ってきたのをやるのか、分かんないですね、どうなんですか。矢野監督はどうだったの。矢野監督は今日例えば試合終わるじゃないですか、うん、監督入ってきました、お疲れ様ですって言って今日のコーチ会議するわけですよ、うん、でそうすると監督も入れてね、監督が必ず来るんで、最後今日何もないよ、で明日のオーダーって言って監督が置いてきます。あ、自分で、はい、これ決めて、今決めてんだよ。ただその前にうちのバッティングコーチが明日のオーダーも並べてるんですよ。なるほどでパッと見てこれこいつとこう変更なければなんでこれでいこう、なるほどっていうのが一応試合前までのベンチ、あの何ですか、メンバー表を出す時間までは一応それで言っといて、うん、意外とコロッと変わる時もあります。やっぱり こいつじゃない、こいつで行くわみたいのもたまにはありますよ、うん、なるほど。だけどやっぱキャッチャーじゃないですか、うん、キャッチャーの人ってやっぱり何かあるんじゃないですか。いや今日例えば巨人の菅野に対してね、あ今日こいつじゃなくてこっちの方が合うんじゃないかなっていう直感みたいなのってないですか。あるね、だいぶ打ってなくても今日こいついったら打ちそうじゃない、うん、あるあるある。だ多分そんな感覚が多分矢野監督もあったような気がします。なるほどね、はい、岡田監督はそうなるの。岡田監督はでも我慢強いんじゃないんですか、今年に限ったら。あ、そう、我慢して我慢して我慢して我慢しきれなくて二軍に落としてるみたいな、うん、なるほど。佐藤輝にしても大山にしても佐藤輝はな俺本人にも去年言ったんだけどさ、お前の打席だけ見たくてずっとなんか安心して見てたよっていうこと。魅力ありますもんね、やっぱある。そう、F 止めさんとかさ、 あの T谷さんとかがさ、うん、練習しないんですよって言うわけ。まあ、だからじゃあ実際あいつはしてますってけど、うん、特集やると足が張りましたってやめるとか、うん、いや張らすのにやってんでしょ、うん、確かに練習量は僕いた時ですよ、うん、2年前までは彼1年目2年目だったんで、やってますけど、大体あの早出とか甲子園にいると、まあ、打ち来るメンバーって大体決まってる、うん、そうだな、見たことなかったですね1、2年目